でだんだんここから進んでいくにあたって、まあ、ディテールがどんどん変化していくんですけど、そこで今回ちっちゃながれきを、まあ、この具体的な戦争の跡が見える前にちょっとばらまいておいたことで、これからもしかしてちょっと町全体が何があったみたいな、町全体が、そうですね、呼び水みたいなもんですね、導入みたいな、まあモチーフを通してちょっと不穏な空気を全体に流していけたらいいなと感じで、でここに、ここにもちょっとさっき言った集合体の椅子を使ったんですけど、はい、まあ、これもまた実際パターンで作ってるので、まあ、この組み替えた椅子と、まあ、その椅子のパターンをいくつか作って、まだ実際外にこうやって乱雑に置かれてるっていう状況があまりないので、まあ、こういうモチーフとかを使って次からのなんとなく不穏な予兆が具体的なモデルで、はい、ついてくるかなと思います。でそこから、まあ、実際に瓦礫を配置していくんですけれど、この私がこの卒業制作を、まあ、最終的な形にする前に一回瓦礫を試しに置いた時の、まあ、制作過程の瓦礫の状態なんですけど、なんとなくこの、まあ、ここからだんだん修正していったんですけど、この瓦礫を見て分かる通り、例えばこのブロックとか置かれてるんですけど、なんとなくバラバラな印象を受けると思うんですよね、なんか置いた感、物が置いた感ですね、なんか物がバラバラに配置されていて、まあ物量というか数はあるんですけど、実際の見てみるとそんなになんか統一感がない、説得力がないっていう、まあ瓦礫のこのブロックの置き方も結構気をつけてやらないといけないところで、あとはもう一つはこの木とかですね、木の木材の破片とかなんですけど、見てみると、まあ、これもちょっと、まあ、さっき言った通り置いた感が結構あるんですよね、うん、波打ち際感っていうんですかね、はい、なんかここに運んできたなみたいな、実際はここから爆撃を受けてこの中にある、まあ、建物の構造の中にある木が下になだれていった、うん、っていう形か、まあ、誰かが寄せたっていう形になるとは思うんですけど、まあ、それ上から落ちてきたっていうふうには、まあ、この木材がまず綺麗すぎるというか、一本の棒が連なっているように見えてしまって、あまりリアルに見えないっていうのが、まあ、こうやって見るとなんとなくそのシルエットはできているんですけど、よく見てみるとちょっとなんかパーツ感がすごい、そうですね、棒感がありますね、どっから持ってきたんだ、はい、誰がみたいな感じになるので、あとここのまあここら辺のまあ、うん、木の崩れ方もですね、全体的に言うとその壊れ方に粘り気がないんですよね、うん、粘り気ですか、はい、あの結局あのコンクリートとかって中に木とか、はい、鉄パイプとか入れて強度を保つじゃないですか、だからある程度強度は保たないといけないんだけど、これはもうパーンって感じで壊れてるんですよ、うんうんうん、要はもう内側から爆発したみたいな、はい、でも実際はなんか爆撃を受けて上から崩れて、うん、でその重さで下も崩れるみたいな、でそういう粘り気をもっと感じさせないと地面とのつながり、はい、地面の瓦礫とのつながり悪くなるから、うん、そういうのをちゃんと見なきゃダメだよみたいな、そうですね、で実際にあの作ったモデルの方を今回見てみるんですけど、わかります、これは実際 これが実際の卒業制作の最終形態なんですけど、まずまあこの具体的な汚しを見てみると、まあ実際の構造に沿った瓦礫の落ち方というか、実際この建物自体中にあるレンガを上から塗り固めていってっていう構造になっているので、そこから落ちて、まあ、爆撃されて落ちていった場合、
中にこういう元の構造が残った、まあ、レンガの積み重ねが残っているだろうと、まずそれを足してあげて、一回これを作ってあげると、さっき言ったように、まあうまいこと別なところにも使うことができるので、うん、まあ別なこの瓦礫が落ちているこのところに入れても全然違和感が出ないっていう、はい、そういうやっぱり一回構造というか、うん、物の構造を一回作っておいてあげると、モデルが、うん、まあ使い回しても全然、はい、あのブリアンした時のマズワークと一緒で、あの今選択してるやつも最初はこう普通にぶっ刺さってたんだけど、単純にこうやって交互に置いておくことで構造が見えてくるじゃないですか。そうですね。でこれ、あ、屋根の構造だったんだなっていうものがあると、あの上と下の、あのつながりがちょっと見えてくるんで、そういうのもちゃんと考えないといけないよっていう話ですね。あとあれですよね、その床とかも単純に壊れてるんじゃなくて、ちゃんと先ほどの、ね、粘り感じゃないですけど、はい、粘り感ですね。でこういうのが結構重要なんですよね、こういう粘り感が。そうですね、実際こうやって崩れていったっていう、まあ、まあ無意識的になんですけど、まあ、パッと見こうやってちゃんと粘り気のあるようにやってると、うん、あとこういうふうにですね、実際のまあ構造に沿ってここにワイヤーがあって、このワイヤーのところに実際のまあ床とか石とかのまあ名残みたいなのがついてると、はい、こうやってそぎ落とされていったんだなっていうのが、うん、まあ、無意識にでも分かるっていう。そうですね、あの静止画で見てるのにまだ落ちてくるかもみたいな。そうですね、そんな気持ちになりますよね。あとあの椅子をすごい手前にいっぱい置いてるのって、カメラから見た時に、あのこの後バス映るじゃないですか、はい、あの椅子がないとこの後バスが急に出てくるんですよ。でここにすごい質量のでかいものが置いてあると、うん、右と左にバランス崩れるんで、先に椅子を見せとい、はい、逆側に椅子を見せといて、でこっち側にバランス傾けといて、こっち側にでかいものを持ってきて、画面がぶれないようにバランス整えてるみたいな。だから結局 どこのフレーム見ても大聖堂が目に行くように左右の物量のバランスが取れてるみたいな感じですね、はい、あとはこの、まあ、ここで路面電車があるので、路面電車の事故が起こったっていうのが後々わかるんですけど、はい、実際この今地面見てみると、そのまあ路面電車がまあここに突っ込んだ時の過程にあるまあ地面のまあめくれ、まあ、えぐれてるというか、まあ、名残みたいなのがあるはずなんですけど、今ないので、それはちゃんと原因が起こった時に、まあ、原因じゃない、このまあアクシデントが起こった時にその過程みたいなのをちゃんと入れてあげないと、ちょっと不自然になるので、うん、急に現れちゃうから。そうですね。なのでここは、あ、違う。あ、これですね。このちょっと今回は地面はあのレンガ室の地面に設定したので、はい、そのレンガがちょっと上に剥がれていってるような。なるほど、脱線して地面めくれてる。はい、しかもレンガなんてすごい分かりやすくできちゃうということですよね、はい、そうですね、簡単にできるっていうのもいいですね。全然簡単ではないと思いますけどそうですかね、はい、あとはここにレンガを置いておくことによって、さっきのまあここら辺のちっちゃな瓦礫もそうなんですけど、次に何かが起こるんだろうなっていう予感をイントロここで入れられるっていうのもありますね、うん、そんな感じでちょっとずつ一つ一つのモデルをまあ画面的な構成でまあこういうふうにラインを崩していくっていうのもそうですし、内容的にまあこの段階を踏んで、アクシデントやまあアクションに向かっての段階を踏んで、みんな見てる人にまあ認識してもらえるように、うんうん、確かに一個一個にこう真実味がないと見てる人は入っていけない。そうですね、でも一個一個ちゃんと置いてる理由があるんで、なんでまあただランダムにバラバラに置いてあるんじゃなくて、一つ一つ置くときもちょっと理由を考えて置くっていうのは、うん、結構ディテールを入れるときに意識して、うん、特に瓦礫とかって自由なんだよ、本当に、自由に何でもできちゃうから、だから本当に物量をどうやってコントロールするかは分かってないと、うん、ゴミに見えちゃうっていう、はい、そうですね。で瓦礫の面白いところって、
絵の質量を瓦礫の多さでコントロールできるっていう部分で、例えばこの手前とかってこれもうちょいカメラが引いてくると、はい、今左側右側すごい空間空いてるじゃないですか、だからこのまま行くとあのせっかく真ん中に重心があるのにあの右にずれちゃうんですよ意識が。なんでちょっとカメラ進むと、なんだっけ、あの瓦礫が瓦礫で上を持って道を塞いでるんですよね。でその後にあのその右下のちっちゃい隅に壁があるんですよね。ここですか。それ、はい、それであの右側に意識が流れないようにこれブロックしてます、瓦礫で。横にある建物の、まあこれもまあ画面の外にある物体のまあ存在をなんとなくモデルから感じるっていう、はい、うん、そっちはもうさらに崩壊してんだろうなとか、そうですね、ここも壊れてるんだろうなみたいなのが、こういうモデルのアプローチでなんとなく空間が、それをすると結構空間がこの世界以上のものを見てる人が感じられるので、なのでまあ一つのこの画角の中で全てを収めずに外に流していくっていうのは、結構このホースとかも消防用のホースなんですけど、ホースがここから来て外に向かって流れ、画面の外に向かって流れていくっていう、ちょっと触ってみるとこんな感じですね。なんでまあ外に向かって流れていくっていう、まあ、ここの向こうにも空間があってこっちにも空間があるよっていうのを、まあ、モデル一個一個で、確かに左から来て手前なのか右なのか、さらにまた左に流れたりとかしてますもんね。そういう、そうですね、そういう調整も結構ディティールを入れる上で、プレビュー段階でディティールのバランスって分かんないんで、実際にこう置いてみて増やしたものとかも結構あって、あの大聖堂から降りてきて左側にこうバス映るじゃないですか、はい、でこの段階だとあの空間的に右側がすごい軽くなるんですよね、でバスが赤なんですよ、なんで右側すごい空間軽くなっちゃうんで、あの大聖堂の見るバランス崩れちゃうんで、ムービー上では右側にあの赤い木を置いてるんですよね。それでまたバランスを取っているんですね。そうですね、はい、そんな感じで結構ディティール配置は、まあ、画面のバランスと物事のまあアクションのまあバランスを考えて配置していくっていうのは考えてやってます。プロデューサーみたいなことですよ。いや素晴らしい、ですね。